サンクスチャンネルで僕らは育った。サンクスチャンネルの子供たちよ。サンクスチャンネル、サンクスチャンネル始まるよ。パラッパラー、パラッパラー、ラーラーラー、おい。島村でコーディネート。島村ね。今回、これね、コーディネートで対決なんですけど、コーディネートしたものはですね、なんと視聴者プレゼント。もしかしたらジョー選手にも応募すれば来てくれるかな。来てくれると思う。めちゃくちゃ好きでしたから。ああ、まあね、できることならこの衣装を着て、はい、まあ、あのコロナが明けたら、ね、サッカーの応援に来ていただければと思います。お会いしたいです。はい、まあ、でもめちゃ安いよね。俺でも本当に安い。初めて、まあ行ったことあるけど、そのガチでこう服を選ぶの初めてだからさ。よし、じゃあいいですかね。あ、もうできましたか。おお、これは絶対わからんな。まあ、これわからんわ。上にしようか。おお、サンダルですね。サンダルもね。おお、それも島村？島村ですよ、全部。かっこいい、そのサンダル。かっこいいな。中の T シャツまで。ちょっとさ、ボタン外してちょっと見せてみてよ。島村っていうのを？あ、島村って書いてんの、それ。書いてない。島村のブランドじゃないんですよ。いや、わかるけど、そのさ、中の T シャツもさ、やっぱ重要じゃん。どういう T シャツ。無地なのかさ、そのか。無地ですよ。あ、無地ですか。コットンフローム USA。USA、本当かそれ。あれ、大分、言うた。890円。おー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 。コットンフロム USA。わー、全く無地で、おーおー、結構いいんですよ。かっこいい。いいね、いいね。わからんわ。それ普通に着ててもわかんないんだよ。わかんない、わかんない。その、ズーム越しで見たら全然わからん。で、ズボンもちょっと、なんていうの、丈が短かったりストレッチ素材で、チーム的なね、うん、そうそう、サンダルいいね。いや、いいな。いいと思う。いいでしょ。うん、うん、かっこいい、かっこいい、かっこいい。もちろんあれやろ、時計もついてくるやん、それ。いやそれもなんか見えました。なんか見えました。いや、それもどこの？これはこの間のあれって。あ、この間のか。レマニアです。スケベこと西さんお買い上げ。レマニアミリタリースウェーデン軍798,000円。逆になぜ800,000円じゃないかは置いといて。ああ、スウェーデン軍ね。はい。いや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 。いいと思います。っていうことはこれでもう一パターン来るんでしょ。すげえな。お、すごい。大体だって2発目にいいの持ってきますから。おぉ、ということで、期待できます、ね。そっちか、そうか。あれ逆か、これ。あ、でもいいと思う。はい、OK。お疲れです。はい。はい。次行ってみましょう。じゃあ、いきます。はい。それはいいね。いいでしょう。ちなみに、それ、大体の5000円の内訳ってどんな感じになるの、それ。あ、ちょっとじゃあ出しますね、値札を。でも本当にシャツ1900円とかする。パンツ1700円とか、なんか。シャツがですね、ポケット解禁シャツ1790円。へぇ。1790円。ストレッチ。
パンツでしょ。シアサッカーなんですけど。シアサッカー。黒1290円。そんなもんだよ。すげえ。で、スポーツサンダル、これ、うん、実はレディースの、うん、一番大きいやつ。はい。そっち行ったこと男の靴がなくて。レディース1790円。で、さっきの890円。T シャツ。なるほど。なんかあれだね、これだったらあのサッカーに来る格好っていうよりもね、なんかもっとなんか食事にも行けるぐらいの感じだね。そうですね、ちょっと綺麗な。あ、今の時期にあちょうどいいよね。うん。なかったな、でもそのシャツは。うん、なかった？ちょっとあれだよ、これ。大丈夫。関東に負けてんじゃない？関東に。関東に置いてるもん違うのかな？いや、でもなんか多分ちょっと違うって言ってましたよ。ああ、そう。誰が？店員さん？おばちゃん。店員さんに。うん。場所によって違いますって言ったら、やっぱ札幌内でもやっぱ違うって言われました。ああ、札幌にある店舗でも違うんだ。って言われました。なんか札幌3つぐらい多分でかいのあって。おお。で、1個行ったんですけど。うん。3分の1外したかなっていう気持ちです。外したかなっていう気持ちです。あそこを調べていかなかったんだ。一番近いとこ行くんじゃない。なんかちょっとあれじゃない、こうちょっとなんかあのもう言い訳が入るんじゃない。大丈夫。いや、調べてそこにしました。ああいいとこね。街中に近いところ。これ良かったかもな。最初の基準を大吾くんにしてもらって。たくまなんかでも大吾の服見てる時のなんか目ひどかったよ。なんか食当たりに当たった人みたいな目で見てる。それ普通に着てても分かんないんだよ。分かんない。その。のこのこ元気のこ。もう目から？選ぶ人によって同じ場所でもこんなに違うんだなっていいっすか。 OK、 いいよ。私を連れてって。はいはいはい、はい、何わ私を何連れてって。私に連れてってフェスだね。フェス感出てるね、確かに。おーおー、えなんて書いてんのそれ。背中なんて書いてんの。エボエボルビング。エボルビング。エボルビング。どういう意味、どういう意味ですかそれ。理解できないですけど。ちょっと調べようか。エボルビング。で、個人的なポイントとしては、うん、いやなんか落ちたぞ。大丈夫、これなんか払うよ。ちょっと財布チョイスしてみました。おお、財布付き？はい。で、あ、何？鼻中見たいの？ちょっと寒い？ティッシュついてます。ティッシュも買ったんすか？はい。はい、あ、なんだ？ティッシュまで売ってた？はい。あ、なんだ？暑い？あ、新潟売ってます。ハンカチ付きです。ハンカチ。いや、たぶん今のご時世ね、やっぱね、手、あの乾燥ブーってやるとこないですね。あっちいな、気がつえな、はい、大丈夫、はい、日焼け止め塗る。おほほほほほほ、フェスだからね。どうしてんだ。いや、付加価値すげえつけてくるし。ファッション持ってるし、しかも。おい、動け、ポコツ。あ、動いた。動いた。はい、ちなみに、はい、エボルビング調べました。意味、はい、進化する。おちなみにサンダルは、タクマが言ってた。ばあちゃん履いてるやつじゃん。はい、まあ、これをちょっとベスっぽく、白い靴下に合わせて。なるほど。え、じゃ靴下もそれ、あれなの。はい、島村。3枚セット。おぉ、いいね。なんで、あの、バラエティは豊富です。でも、パッと見全然島村感ないわ。まあね。うん。島村感ないわっていうコメントあんまり用ねえかもしれない。用ないね。もう、
ナムしてない。これでぜひ見に来てほしいなと。おしゃれおしゃれ。はい。これで見に来てほしいなと思います僕は。ちょっとその帽子のその柄みたいな。うん。それ何？それ何なの？シンデレラ城みたいな。また英語書いてるの。ああ。なんて書いてる？ゆりキャンプ？ゆるキャンプ。ゆるキャンプだった。ゆるキャンプ。そうなんですよ。ゆるキャンプするんですよ。別じゃねえじゃん。僕のコンセプトに非常に合ってる帽子だった。なるほど。いや、いいねこれ。お調節可能なの。なんかね、色が出てていいね。おいいいいいい。かわいいかわいいかわいい。これもちょっとあれだね。なんか、鉄人監督的なファンは喜ぶね。また固まったよ。いい、しかもいいところで固まるからちょうどいいよ。だいたい笑顔で固まるんですよ。おい動け、ポンコツ。まだ止めないで、まだ止めないで。どう、俺電波良くなったと思わない？良くなったね。いいっす。前がひどすぎたんだけど。はい、すげえ、すげえ繋いだから。では、問題はここがターニングポイントですかね。一体で。行ってきますわ。いいよ、楽しみだな。みんなびっくりしてるかもよ。え、マジでっていう感じになってるかもしれないね。海はそのバック見せよ、バック。そのバック何？その柄みからっていうか、それ。それもあれだ、アウトドア系のあるか、うん、マーク的には。そうですね。え、フミヤのは全部上から下までメンズなの？そうです、全部メンズですね、一応。多分このバッグは分かんないですけど、どこしも、多分メンズっぽい感じ。ちょっとね、千葉さんのスタイルを見たときに、これは普通に言ったら勝てねえなと思って。そう。思った。変えました。変えたの、あ、それで変えたの。はい、ちょっとゆる系でもいけそうな、おこういうキャンプ、フェス系に方向転換しました。おこれでもさ、個人個人でなんか出るね、その個性が。あ、でもなんか普段もこんな感じですから。あ、まあ、フミヤはね。でも大悟とかもさ、やっぱ出るじゃん、個性。うん。じゃあ、たくまがどう個性出してるか。ここが一番やっぱ楽しみだよね、僕ら的に。全然服、俺全然服興味ないっすよみたいな感じがどういくかだよね。でもだってさ、どう考えても着替えるのに一番時間かかってるからね。いや確かに。これもうこの時点でハードルは下がるよね。うん、じゃあさ、値札とか全部切ってなくて。集中でしょ。なさい。気づかんな。よしよしよし、来た来た来た。よし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 、だって。もうちょっとで、今、靴入るんで、座り。どんな靴なんだろうな。はい、はい、はい、お待たせいたしました。はい、非常に楽しみです、私。あ、ちょっと一つ先に言いか。言い訳ですか、もう。いや、言わない方がいいよ。チャース、チャース、まだカメラオープンしてないのに笑ってるのなんでなんですかね。いやいやいや、期待だよ、期待。楽しみだなーって。ワクワク感、ワクワク感。これ、折った方がいい。いや、これだな。まだない。いきます。最終調整入ってるわ。テーマ夏だね。テーマ夏だね。全然他のちょっとかかってました、夏だったんで。おいい、いいかも。で、悪くない。ハンカチ。あ、やっぱハンカチある。ハンカチね。暑いんだよ。うん。なんか私服それで出てきた方がなんかかっこよかった。確かに私服よりちょっとさ、足元はどう？あ、黒の、うん、ちょっとコンバースっぽいやつあったんですよ。ただサイズが、うん、なくて親指こんなんなってます。まあまあそこはね、そこはね。
プレゼントしたママって言うからね。タクマみたいな足が大きい人はあんまりいないかもしれない。ちょっと、この格好が暑いなみたいになってきた時に一応脱げるようになって、中のシャツは無地じゃなくてちょっと違うのか入れたんですよ。はい。うん、何？見たい見たい。ちょっと待ってください。脱がなきゃよかったとかある？あ、ある、あるかもしれないね。ちょっとボタン閉めます。いやいやいや、ミスター。いやいや、いいよ。ミスターだけだから、振りようじゃないけど。オッケーです、オッケーです。一応なんかボタン取って T シャツになったら、こんな感じの T シャツ。ああ、ちょっとビズリムっぽい感じなのかな？確かに。はい、こんな。で、うん、まあ、アイテムとしては、麦わら帽子と、はいはいはい。こう、メガネ。メガネも。このメガネも？おお、はい、このメガネも。おしゃれ、おしゃれ。頑張ったね。おしゃれ。はい、で、まあなんか、またなんか言われるかもしれないですけど、これはもう俺のキャラとしてやるしかないなって思って、ちょっと熱いなってなった時の、また、こう、まあ、こう、どんどん脱いでいくじゃないですか、こう。うん、上も脱ぐ。次、はい、どこですか？上脱いだと。上脱いだ。下脱いだって、ね。下も行くの。どうなんすか？下脱いだ時のこのパンツ。そのパンツも買ったの？はい、それも視聴者。何？なし？ほぼちゃん？ほぼちゃんです。ほぼちゃん、あきなんだ。ちゃんと隠しとかんと、またお前、北海道のほぼちゃんが怒ってくるぞ。お前こんなところ見られたら、また怒られちまうぜ。怒られるぞ。また怒られちまうぜ。コメント来んだから、ちょっと上手く使ってもらえたらいいなと思ってます。これ、たくま、ちょっと竹折ったらどう？その、あ、これっすね。うん、最初この2個折ってこれでやってたんですけど、なんかちょっと変かなと思って。竹折った方がいいんじゃないか。そこのアドバイスはちょっと欲しいです。うん、竹折った方がなんか俺は好きだけど、あの、うん、上も来ますね、また。上着て竹折、あ、なんて書いてるんですか？なんか書いてある、後ろなんか書いてある。チャンピオン、それいらんかったかもしれんな。なんて書いてるの？コンプリッシュ。あの、シャカシャカしてて、ちょっと意味調べますね。はい。あ、コンプ、あ、あ、コンプリッシュ。待ってくださいね。来て、向こう向いてみてよ。出ました。アコンプリッシュの意味。はい、達成する、達成する。何かを達成する。あ、でもなんかかっこいいやん。これ例えば、うん、中を例えば無地とか、うん、とか着てちょっとここめくったりするのとかってどうなんですか？あ、いいんじゃないかな。見せるみたいなね。でもなんか下もまくってるから上は。まくんな。ああ、うん、確かに。まあまくりまくりもありだけど。まくりまくるっていうのも。まくりまくって。あ、でもいいんじゃない。なんか。なんか。かわいいかわいい。いいかも。こんな感じです。うん、いや、でこれは北海道の、いやいや札幌の島村もよかったね。安心してくれたんじゃない？これは。ありがとうございます。いい中堅をこなしたよ、中堅を。うん、ありがとうございます。つないだ、つないだ。おしゃれ。では行ってみましょう。はい、じゃあちょっと。はい、これどうやってカメラあれにするんだ。ビデオ停止。よし、じゃあちょっと。はい。行ってきます。はい。いいじゃん、それ。メガネも似合ってるよ。マジっすか？いつものかけてるメガネよりそっちの方が似合ってるかも。あ、マジっすか？うん、そのぐらい大きい方がなんか。はい、たくまかわいいかも。ああ、ありがとうございます。なんかあんまりメガネ似合わないんで僕。え、でもそれ似合ってるよ。うん、ハンカチとか買うよね、フミヤ、これ。うん、なんかやっぱ小物で攻めるってなった時に。そうそうそう、一応、あの、肌に同じハンカチ。これはあの今治ハンカチです。俺もいい。おお、これね。おお、ブランドじゃないですか、ブランド。390円、すごいね。で、上が900円。
で、この下とかこんな値段っすね。パンツとかも1200円、1300円で。って感じですね。靴みたい、靴。ちょっと待ってください、今脱ぎます。靴はこれですね。あ、それあったけど、男もなかったな。確かに。サイズが。女性の場所にあったの。うん。でも27センチじゃん。ちょうどいいんじゃない？視聴者の人はそのぐらいがちょうどサイズいそうじゃない？はい。まあ、本当にこれか、フミヤのやつしかなかったっす。男子、男のところには。へぇー。しかなかったっす。でも、おかしくなかったよ、そのサンダル。そうなんですよ。の上のテイストからしたら、はい。たくま、クローゼット一掃して、あの、島村で揃えた方がいいんじゃない？島村ぞれ、もう島村のコーナー全部とりあえず。ああ、それ言ってもまあまあの値段しないですからね。コンサドーレのジョーっていう風に言われるよ。めっちゃ安いんだ、連れてってやるよっつって。え、メガネマジで似合ってる、うん、マジっすか、このメガネ、うん、うん、似合ってる。一番サングラスとかメガネの中で大丈夫そうなやつ選んだんすね。あの大きさ、メガネの大きさとかがこう合ってるわ。顔の大きさと、あの、どっからみたいな感じなんすよね。ちょっとさ、こうそういう風にこう大きいのをかけるのがさ、なんかこう女の子とかもかける子おるが、うん、なんかそう言われたらもう一回島村行って同じの買ってこようかな。うん、そんなにね、上の方まで上げなくてもうちょっと下ろしてもいいんじゃない、こうそんなに、おう、そう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 、そんな感じぐらい、うん、いいんじゃない、いい、かっこいい、かっこいい。麦わら帽子、ま、麦わら帽子も良かったと思うよ。なんかあの、後ろ髪くくってるのとなんかマッチしてる感じで。あ、はい、似てるがいいね。うん。いいわ。なんか、この前。服とかプレゼントでしかもらってたことないんで。うん。うん、自分で選んでないと。選んだことなくて。本当はこのシャツな、Tシャツにしようかなと思ったんですよね。でも、うん、こういうのの方がなんか涼しい、うん、涼しいというか夏っぽさは出るかなっていう、うんうん、はい、皆さんいいでしょうか。マジで俺、あの千葉さんがあのカーテン開けて出てきた時に新婦かっけえと思っちゃった。もう大悟くん来たらジルサンダーに見えるね。